んだよ。このド変態が。私も混ぜろ。とんでもねえ誤解すんな、このド変態が。なんだ。くそ、こんなとこまで傷が。ここも、ここもか。アリババさん、お加減はいかがですか。何やってるんですか。何やって傷を見たかっただけだよ。俺たち付き合ってから割と経つよな。うん、それがどうして。そろそろ欲しいんだよ。欲しい、何かしら。地位、権力。とぼけんなよ。俺のために作ってくれよ。作るって。ダメよ、私たちまだ学生よ。フルーツだわ。近寄らないで、ケダモノ。何言ってんだよ。ペルシアの手作り弁当って意味だよ。弁当。これ掴んでるの。今もグイグイ引っ張る。それ私の。ごめんなさい、ごめんなさい。なぎなたが倒されちゃって抜こうと思ったんですけど、本当にすみませんでした。まさか変なことするつもりじゃ。あ、こら、カナタ、ちょ、ま、あ、あ、しょうがない。せっかくのランチタイムなのに。牛乳パック持ってるのに絡むからでしょ。いい女がいるんだ。俺とお前で 3P とかどう。な、は、 3P?どうよ霧島、いい女だろ。俺の愛車は。紛らわしい言い方するな。行けってドライブしとるだけじゃなあか。私と結婚してください。ああ、だからちょっと待ってくれ。早く一歩お脱ぎになる。やめろって。あ、そこはここがよろしいのです。ああ、そこはもうそこは。何やってんのよあんたたち。ああ、違うって。これは成功してたらあったまたまこの体勢に。けだもな、死ぬかすかせ。おっ、用事ってこれかよ。男の趣味悪。いや違いま。うん、これは誤解です。危ない。あんたね、毎晩毎晩何なのよ。男らしくなくてちょっと恥ずかしいけど、そういうの僕も好きですし、可愛いと思いますよ。そうよね。可愛いものを好きになるって仕方のないことよね。何やら今までにないテンションだ。あっくん、お洗濯物を持ってきましたよ。あらあら、お邪魔しちゃいました。誤解です。お、
男の友情はこうやって深めるものやから。気だものめ、気だものです。誤解だ。だくお前はいい加減パンツの重要性を理解しろ。これはただの布切れじゃ。ヒラカーに一体何をした。指導。許して先生、もうダメ。箱入りお嬢様だもんな。慣れないうちはこんなもんか。こんなの本当に慣れるんですか。ああ、初めての頃と比べたらだいぶ良くなってきてる。そういえば先生、私たち助かった。まさか足を滑らすとは。分かったから早く体勢を立て直せ。牧場が悪くてちょっとめまいがした。あんたそのうちどっかで頭打って死ぬぞ。ていうかちゃんぽんが、あれ、なるみちゃんに小柳さん。絶対ひろたかの方がかっこいいもん。どう考えても鎌倉の方が上よ。ってことがあったんだよ。なんか俺まで嬉しくなっちゃった。うん、それ多分違うな。え？え？おはよう。え？確かに変態。違うぞつた！これをダイビングに使うと渡されて。アイラ、力仕事が必要ならいつでも言ってくれ。ちょっと今なんかすごい音したんだけど、何暴れてんの。お前を俺の血の注射にしちまったんじゃないかと。気が気じゃなくて。少し血が出ただけで済みましたし、あの日なら比較的安全って分かってましたから。ふーん、痛い思いをさせて血が出て検査して安全日で陰性なのね。うわっ、アサギ、ドスケベ変態エロ、ナギサまで。二人は随分仲がいいのね。あ、いや、これはソラタが初めての男子なの。あ、それ初めてって何やの。男子って違う。美味しいな、お前。ソラタが初めての人でよかった。待ってくれ青山。イギリスでは周りは女子ばかりだったから、仲良くなった男子はソラタが初めて。それを先に言え。ルミは思い出した。ヒロタカも男であることを、そして下着はベージュであることを。え、ちょヒロ、あの、せめてピンクのヒリ。よっこいしょ。ん？ピンクが良かった。まあないけど。あ、ゲームするんですか。え、しないの。します。はあ、リトさんすごいテクニック。手加減はしないぞ、モモ。あ、そんなに激しく攻められたらダメダメ。リト、あんたのこと見損なった。おはよう、ミカ。踊り出す